はい、どうも、ほたろうです。っていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、僕の、手掛けているブランドですね、LTM、ライフタイムマウンテニアリング、一生登山しようよっていうね、形のコンセプトのブランドなんですけども、そこのね、アイコン的なウェアですね。はい、フォーシーズンロングティーのですね、新色が出たっていうね、紹介動画をしたいと思います。はい、まずですね、色展開とですね、このフォーシーズンロングティーですね、のベースレイヤーのディテールとですね、あとこんな人に使ってほしいっていうのをね、順番に紹介していきたいと思いますんで、まあそんな感じで今から、フォーシーズンロングティーの2024の紹介いってみよう。はい、まずね、今年の色展開の紹介となっております。はい、まずこの色ですね、こちら、Tシャツもスリーブレスもとても好評だったね、燻製ブルーですね。はっきりとしたブルーじゃなしにね、こうやったいぶした感じのブルーがですね、結構好評でね、よく売れたモデルのですね、ロングスリーブとなっております。はい、まあこの辺ね、ちょっとね、冬、秋冬にしては明るい色かもしれないですけども、まあね、フェア自体がちょっとね、暗くなるんでね、この襟元のこの差し色とかにね、使うのはいいんじゃないでしょうかっていうところでですね、次ですね、こちら、あの頃のビリジアンですね。はい、これもですね、今年の LTM の T シャツとスリーブレスに採用された色なんですけども、この緑ですね、結構この緑ね、好きな人は好きなんですよね。ポップアップしてる時も真っ先にこの色買うっていう方もね、いらしてたんでね、ウェア全体にね、主張出したいっていう方はですね、この色おすすめとなっております。はい、次ですね、こちらカモシカのグレーですね。はい、カモシマ、カモシカですね、天然記念物のカモシカなんですけどもね、カモシカなんか、なんか個体によって茶色になったりとかね、このいったね、グレーですね、ちょっとくすんだグレーにね、というやつもあるんですけども、これちょっとこのグレーバージョンですね、グレーバージョンのカモシカのグレーになってますね。はい、これはですね、こういったね、おとなしい色も出していくとね、まあ真冬なんでね、結構合わせやすいんじゃないかっていうところね、このウェアここにやったら何のね、ウェアでも、どんなウェアでも合わせやすいっていうところでね、作りました。はい、結構これもね、使い回しが効くんじゃないかっていうところでね、チョイスしましたっていうところになってます。はい、でね、はい、次、こちらですね、ちょっとカモシカグレーとね、ちょっと色は似てるんですけども、ヤタガラスブラックになってますね。はい、ヤタガラスブラック、この日本のね、神話に登場するカラスですね、サッカーの日本代表のね、エンブレムにもちょっと描かれてるやつなんですけども、このヤタガラスブラックね、しました。これね、真っ黒だとね、結構ね、他の、明るい色で合わせた時にこう、ね、色の差が出すぎてね、結構うんっていう思う時があるんですけどもね、これはね、そんな真っ黒なしにちょっとだけグレーに近いかな、ちょっとベタな、黒になってますんでね、比較的、どの色にも合わせやすい黒になってますね。でね、まあ夏にね、春夏の時にね、ベースレイヤー黒出すとね、やっぱりね、ちょっと光吸収してね、熱吸収して熱くなるんじゃないかなっていうところなんですけども、冬やったらね、これ秋冬やったら逆にあったかくなるんでね、こういった色ね、おすすめとなっております。はい、次にですね、こちら、ね、上品すぎるライトグレーになってますね。はい、もうあんまりにもね、これ、ちょっとこのウェアのね、このライトグレー感が上品すぎてですね、クジキックスもしこれ着たらね、あんま節もネタ言わんくなるんじゃないかっていうぐらいね、圧倒的に力を持った上品すぎるライトグレーなんですけどね、これはですね、半袖 T シャツのね、ちょっと青みがかった、ライトグレーかな、と、全く一緒の色なんですけども、ちょっとね、こっちの色目の方がちょっとね、いいんじゃないかって途中でね、思いついたんでね、この上品すぎるライトグレーに、変えました。はい。ただですね、ライトグレーって言いますとね、ちょっと汗染み問題ですね。はい。すべてのね、服の中でね、多分、ライトグレーが一番ね、汗染み出ちゃうんかなっていうところなんですけどね、まあ気になる方はね、ちょっと遠慮するかもしれないんですけどね、ただね、この上品さと色の合わせやすさでね、僕なんか汗じみなんか全然関係ないよって、ね、とにかくこの色を着たいんだっていう方はね、おすすめしますね。はい、というところになってます。はい、次ですね、最後こちら2023年にですね、大好評だった夜中のネイビーですね。はい、これを復活しましたってことになってます。はい、ですね、SML サイズがちょっと今欠品してるんでね、
また追加発注したって形になってますね。結構ですね、ポップアップとかしてたらね、この色ないのっていうね、声がたくさんありましたんでですね、作ったのとですね、とにかくこのネイビーってね、何にでも合わせるっていうところがいいですよね。はい、なんでね、ちょっとした攻めた派手な色でもね、ちょっとおとなしめの色でも何でも合わせやすいっていうところでですね、またちょっと作りました。はい、でね、これあのね、色なんですけども、夜中のネイビー以外はですね、実はところあんまりちょっと作れてないんですよ。別注で作った生地がね、T シャツスリーブレスで使ったんですけど、そのね、ちょっと余ったやつをですね、このロングスリーブシャツに作ったんですね。はい、なんでこの辺ですね、もし気になる色があればですね、急ぎでね、概要欄チェックしていただけたらなって思います。はい、はい、というところで次、生地ですね。生地どういうのを使ってるっていうのをね、前回何回か言ったんと思うんですけどね、初めて見た人のためにちょっとおさらいできたらなって思います。こちらはですね、ウール50、ポリエステル50になっておりますね。はい、ウールはですね、オーストラリア産のメリノウールですね。ちょっと希少な、メリノウールを買っております。でね、生地の厚みが、143ですね。アイスブレーカーとスマートウールとかね、結構150ですね、生地の厚みを使ってるんですけども、これはですね、ポリエステル入ってるんで強度的に大丈夫かなっていうところでね、ちょっと薄く作っております。はい、なぜね、こうメリノウール 50%、ポリエステル 50% にしてるかっていうとですね、まあウール 100% でもね、ウールっていうのは寒い時にあったかくなって、ね、暑い時に涼しくなるっていうね、超温調湿効果ですかね。はい、今年の夏なんか僕ずっとね、街中でも山の方でもね、半袖のね、同じ生地の LTM の T シャツを着てたんですけども、そういったぐらいね、真夏の、街でも対応できるぐらいね、暑い時に湿気吸収してね、サラサラするっていうね、機能があるんですけども、100やったらその機能が多いんですけども、ただね、いかんせん乾きにくいんですよね。夏のアルプスとかね、もう低山とか結構ね、給湯とか持ったら汗まみれになってね、なかなか乾きづらくてですね、でちょっとそこで風吹くと冷たくなったりとかするんでですね、やっぱりね、ウールの体温調節、超温調湿性もありながらですね、ポリエステルの乾きやすさで、ポリエステルを含むことによって耐久性も強くなるっていうところにね、で、まあ結構いる山っていうのはいろんな、ね、温度変化とか環境の変化が激しいんでね、やっぱりウールとポリ、半々に置くことによってね、対応ができるんかなと思いましてね、50-50にしております。こだわりのシルエットなんですけども、僕ね、ベースレイヤー40着以上持ってるんですけどもね、いろんなものをね、着た中でね、とこだけ、僕が好きなところだけを思いっきり詰め込みましたね。はい、それは結構理にかなっているものはあるかなっていうところなんですけども、その一つはですね、こちら、ちょっとね、ちょっとだけ長めの、着丈になってますね。はい、これなんで長めにしてるかっていうとですね、結構ね、就寝時、テント泊とか、小屋でもいいですわ、就寝するときにですね、ちょっとね、僕ベルトインしてね、寝るんですね。お腹を冷やさないようにちょっとベルトインして寝るんですけどもね、ちょっとね、丈がね、着丈が短かったらですね、背中がはみ出てね、寒ってなってそれで起きてしまう場合があるんですよね。そういうことを防ぐためにですね、ちょっと長めにしております。でもね、あまりにも長すぎたらですよ、やぼったくなっちゃうんでですね、ちょっと絶妙なね、ちょっと着丈長いけど、背中はみ出えへんけども、ことシュッとしているっていうね、この絶妙なね、着丈にしております。はい、でね、あとちょっとね、ゆったりした、他のベースレイヤーよりもちょっとゆったりしたシルエットに作ることによってですね、もうちょっと僕も最近ちょっとね、太ってきたんですけど、ちょっと中年太り感を隠したりですね、で登ってってちょっとオーバーヒートしにくいっていうね、ここが、ちょっとゆったり作れてることによって、空気入ってね、オーバーヒートしにくいっていうね、そういった作りになってます。次ですね、こだわりのディテールですね。ラグランスリーブね、これはですね、昔の、60年代70年代の、アメリカの大学のカレッジスウェットかな、に採用された、よく見る、ディテールなんですけども、こんな感じでね、斜めになってるんですよね。斜めになってるんでね、こう肩がね、肩周りが動かしやすいっていうのとですね、で、あとここザック背負った時にね、ザックの肩パッドとね、この縫い目が干渉しにくいっていう、機能もあります。
次ですね、僕がね、一番これをね、採用したいと思ったですね、Y ジョイント、それですね、こう腕をね、Y 状にね、こう縫い付けてるためにですね、こう腕を上げてもね、ここの、裾がですね、はみ出ないっていう風になってますね。はい、もともとね、こういう風にね、つけてたら、こう上げた時にググって上がっちゃうんですけどもね、最初からね、この Y のようにつけてるんでね、こう腕を上げてもね、裾がつらっとめくれないっていう感じになってますね。この時にこう岩登りとかね、する時にですね、まあ、ここねめくり上がらなくてヒヤッとしないっていうのと、あとね寝てる時ですね、まあ、これちょっと腕ねこうやって上げてる時とかね、こう寝相悪くなったとしてもですね、ここがめくり上がらないっていうところでね、やっぱりちょっと肌見えるとね、睡眠の阻害の原因にもなりますんでね、まあ、そういったところで Y ジョイントスレっていうのをね採用しております。はい、次のディティールですね、僕の大好きなこのサムホールになっております。はい、サムホール結構いろんな効果がありましてですね、冬とかでしたらね、この手の甲とか手首を温めることによってですね、指先がね、血流が良くなりまして、指先を温める効果があったりとかですね、あとちょっとですね、あの手袋ね、薄い手袋忘れた時ね、このサムホールがあればね、結構難なくしのげるぞっていうこともね、よくありますんでですね、結構効果的かなっていうのと、最近分かったのがですね、結構手の甲っていうのはね、日焼け止めに塗り忘れたりとかね、塗るのめんどくさいとかなったりしてね、結構焼けたりとかね、皮めくれたりするんですけどね、もうめんどくさい時はもうサムホールねパッてやることでね、手の甲が焼けるのを防ぐっていう風にね、なっておりますんで、いよいよ万能なんでね、これを採用しております。はい、次ですね、どんなシーンで使えるかっていうところなんですけども、これ4シーズンロングティーというところでね、春夏秋冬使えますね。もちろんね、この143っていうちょうどいい薄手のね、長袖のベースレイヤーはね、春と秋はね使えますしね、夏はですねちょっとね低山やったら長袖できついんですけどもね、高い山やったらね、ガンガン使っていただけますんでね、夏も使えると。でね、冬はですね、これ1枚じゃ心もとないぞっていうところなんですけども、これちょっとゆったりしたデザインで作ってますんで、自分が持っているね、ベースレイヤーですねの上に重ね着することによってですね、冬仕様になるってところでね、4シーズン使えるってことになっておりますね。なんでね、ベースレイヤー、ウールのベースレイヤー1枚も持ってない方はですね、ぜひこれを買えばですね、いろんなシーンに対応できるんでね、1枚でもね大活躍するんじゃないかなって思います。はい、以上ですね、この4シーズンロングティーの説明させていただいたんですけども、こちらのですねネイビー以外はですね、結構品薄なんでね、ちょっと気になる方はお急ぎでチェックしていただけたらなって思います。それとですね、冬用のベースレイヤーのお知らせですね。前までですねウィンターシーズンロングティーですかね、これがですね、リクガメグリーンっていうのとね、漆黒のネイビーっていうね色やったんですけども、新たにですね、黒ゴマグレーっていうのが追加しました。はい、これもね、マットなグレーなんでいろんなね、シーンに使えるかなと思いましてね、これを新色作りましたんでね、これは10月上旬に発売しますんでね、またチェックしていただけたらなって思います。はい、それとですね、LTM の、商品はですね、売上の 1% を、公益社団法人、日本山岳会にね、寄付していますんでね、ちょっとでも登山道の整備とかですね、避難小屋の整備とかね、ちょっとでも力になれたと思ってね、ちょっと寄付させていただいてますんでね、またその辺も共感していただける方はですね、またホームページ等をチェックしていただけたらなって思います。以上ですね、4シーズンロングティーの、新しい、カラー展開の紹介でした。まあそんな感じで、ほなさいなら。